ゼロイチファミリーは褒められたい。さあ始まりました、ゼロイチファミリーは褒められたい、 MC のアンジェラメイです。どうしたんですかこれ、なんか当たり前のように言ってますけど。マシコがちょっとのっぴきならない事情がありまして。のっぴきならない事情って、地元愛知の方に今帰っちゃってるんですね。愛知県に。そうなんですよ。なんで帰った、なんかめっちゃ気になんねんけど。何があって、お前ら何があって、ほんでお前が MC やんの。そうなんですよ。ちょっと嫌やねんけど。そうですか。圧迫感すごい。満を持して観葉植物と一緒の高さやから。嫌なんすよ。こんな長身アシスタント嫌やねんけど。嫌じゃないですか。楠田恵理子さんいらんよ。空席が目立つ今回はこんなスペシャル企画を用意。それは番組2年目突入記念、ウォンター課長にハマる新キャラ発掘オーディション。うっすらずっとマンネリ感はね漂ってましたもんね。5ヶ月ぐらい前から。いやいやいや、大事な役割。うちらがいて成り立ってますから。何が？いや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 。お前はさ、なんでずっとおるの？マジでお前だけはなんか一時けえへんようになったけど、またなんか不死鳥のごとく蘇ってきたけど。では早速、まだ森田が会ったことのない新キャラ4人の登場です。どうぞ。あーどうぞ。いいねあんななんかさ、初々しい笑顔久々見たわ。あ、いいよいいよ。あ、いい子たちだな。いいね。新キャラ4人の皆さんです。はい、よろしくお願いします。あーいい、あなんかいいな。あなんか体験入店みたいでいいよね。そういう感じじゃないからね。緊張してますか？はい、してます。そうなの？みんなテレビ何回目とかあんの？バラエティ初めて。あ、バラエティ。いいね。いいですね。あ、そう、ちょっと緊張してて。いい、大丈夫、俺がちゃんとやったるからな。全然違う。全然違う。おかしいよ。お前らもうタイムカード切って帰ってんぞ。帰れよ。続けてやる。30秒自己紹介で森田課長の心をつかめ。まずは第一印象で心をつかめるか。4人が30秒ずつアピールポイントを詰め込んだ自己紹介から。これはまあまあどれだけ僕を引きつけてくれるかというか。そうですね、っていうことですよね。まあ、30秒あればまあ十分すぎるというか、うん、まあいらないですよね。確かに。お前の痛さって10秒で分かったからな。そういや思い出したわ。それぐらいじゃないとね。そうですよ。1人目はアイドルグループニーニのメンバー、天羽キスミ。30秒自己紹介スタート。はい、アイドルグループニーニの紫色担当のキスミンこと天羽キスミです。キスミは本名で、氷室京介さん大好きパパが曲名のキスミからつけてくださった本名なので、キスミで覚えてください。チャームポイントは瀬戸眉と敵乳です。あとゼロイチで一番公園に行ってる自信があります。はい、あとは森田さん大好きです。あーいいね。何や今の無感情の。ちょっと感情なさすぎたな。投げキッスが。2人目は同じくニーニのメンバー、森島アンニー。お願いします。あ、始まった。え、待って。ニーニの白色と、あ、ガンマが生んだ白雪姫、ニーニの白色担当の森島アンリです。チャームポイントはプルプルのお肌と黒髪サラサラロングです。森田さんは好きですか？好きです。 ありがとうございます。ペットを飼っていて、名前は猫ちゃんで、毛玉と言います。で、ヒョウモントカゲモドキを飼っていて、そちらの名前が千枚です。あと前ゴキブリ飼ってました。ちょっと余っちゃったよな。いいですね。あ、始まっちゃったっていう、始まっちゃったっていうつかみですね。あざとさがよかったね。よかった。
3人目はこちらもアイドルグループヨーヨーヨーのメンバー姫野ひなの。はい、とさんこ丸顔雪だるま、身長148センチ、目印は黒髪ショートカットだよ。ヨーヨーヨー青色担当姫野ひなのです。ヨーヨーヨーはゼロイチファミリア3つ目のアイドルグループなんですけど、私はゼロイチファミリアで一番ポジティブなのと滑舌がいい自信があります。で、アイドルになるのがもうちっちゃい時からの夢だったので、今日もアイドルだって朝起きて毎日幸せな気持ちになります。よろしくお願いします。すごい時間が終了、すごいぴったり収まった。子役オーディションみたい天才子役現れる。ラストは以前ショート動画でキックボクシングを披露した矢伏さんや。はい、矢伏さやです。170センチで、東大阪出身です。でちょっとこれ言っていいか分かんないんですけど、TKO 木下さんが高校生の OB です。言わん方がええよ絶対言わん方がええよこの間森田さんの YouTube を見てて、 お墓参りに行ってて、私のおばあちゃんも同じお墓場所で、あ、そうなんや。はい、おばあちゃんともともやぶさやもこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。終了。お墓が一緒というアピール一緒アピールですね。いかがでしたでしょうか。いや、いいですね。なんか、なんか初々しさと、なんかでもちゃんとしたいっていうのも伝わってきて、ただ全部一通り聞いて、俺の中に残ってるのは敵父しかないんです。適切の敵に父と書いて敵父と読むんですけれども、何カップとかそういう言い方じゃないんですね。それはビジネス C.5 カップでやってるんですけど、ビジネス C.5 カップ、自分的にこうちょうどいいと言われるのが C と D とかの間っていう調査があるんですよ。こう応援してくださる方とかに聞いて、なのでじゃあ間取って C.5 カップだったら敵父なんじゃないかっていう、思ってたよりなんかちゃんと分析して言ってはる。そうですね、もうちょっとなんか適当に言ってるのかなって、なんかもうエロさが一切なかったから、そういうことなんですね。今エロくないって言われたので、もうちょっと出した方がいいかなって思いました。エロさを、はい、出せるんですか別に、そのエロさっていうのは。教えてください。何この子。先ほどかなり緊張していた森島杏里は一つ言い忘れたことがあるらしく、憧れの先輩はダントツ林夢さん。言えなかったんですよ。あら、やった。なんか言えなくて、ゼロイチに入ってから初めて、フォロバーをしてくれた先輩、フォローバックをしてくれた先輩が、林夢ちゃんなんです。あら、他の先輩はしてくれなかったんや。あ、そういうことですか。一人を褒めることで大勢を傷つけるらしいね。憧れる、やっぱり憧れます。私生活とかも。あなたが止まることで浮き彫りになるから。傷つけなかってなかった最後の一人も傷つけたから。姫野さん、はい、はい、姫野さんをな、何歳なの姫野さんは。19歳です。あ、19なんや。ゼロイチの中で一番ポジティブ、はい、ポジティブなの。楽観的で、頭の中が結構お花畑なので、ポジティブです。もう令和の時代にまだ頭の中お花畑っていうアイデアさあ、そして矢伏さん、なんかこう、なんていうんですか、こうゼロイチファミリアに出てどういうことしたいみたいなのあるんですか。なんか、まあ、なんか私サッカーとか好きなんで、なんかこうみんなでフットサルとかやってみたいです。すぐ叶えてあげてもらっていいですか。いいね、こういう答えがいいわ。ハマってるハマってる。なんかいいよ、フットサルとかみんなでしたい。回ってるとは思えない発言。いいですよ、伸び伸びとやってくれて、はいはい、4人の新キャラのことがほんの少し分かったところで、続いては森田さんに褒められたい私の丸ひと蹴り。はい、こちらはねシンプルな企画なんですけど、今から4人には順番にこれは自信があるぞという特技を披露してもらいますので、森田さんは見て褒めるかダメ出しをするのかお願いします。いやいや、そのもう褒めるだけでいいじゃないですか。褒めるかダメ出しを。ダメ出しなんかどうせ自然に出てくんねんから。まずは
先ほどエロさが足りないと指摘されたアマウ。私の特技は、うん、振られたシチュエーションをキュンズリフで返すことです。ほう、どういうこと？振られたシチュエーションを、はい、森田さんにこうシチュエーションのテーマをこう何でもいいので投げていただいて、それがキュンズリフで私が返すよっていう感じで、例えば卒業式ずっと好きだった先輩に告白とか、そのようなテーマを言っていただけたら私がこう一人芝居というかするという感じです。一人芝居にしてくれるの今マジで？すごいな、室強しみたいなすごいね。じゃあ、収録がありました、はい、で MC の人が、はい、のことがずっと好きで、はい、で、収録終わりにじゃあ告白のシチュエーション、まあ、いけますか？はい、わかりました、はい、じゃあそれでは、収録の MC の方に番組後に告白するシチュエーションまで、3、2、1。全部セルフでやってくれるんだよ。森田さん、今日は番組ありがとうございました。 ありがとうね。なんか私冒頭で森田さんにいろいろ教えてほしいって言ったんですけれど、これからどうですか？キュンというよりムラッとしかしない。すいません。どうですか？そういうのができるんですね。あ、そんな感じで。特殊なシチュエーションでもできるんですか？割と、まあ、ちょっと頑張ってみたいと思います。じゃあどうしようかな。なんか建築現場で、現場監督に、なんかそう、ちょっとこうなんか上から危ないっていうなんか落ちてきて、助けてもらって、もうその瞬間に好きになった。その助けてもらった人、その人にこう言うキュンのセリフ。あ、わかります、はい、うん、ちょっと難しいので、うん、森田さん前に出てきてもらってやってもらえますか？久しぶりじゃないですか。こんなことになるんなら来るんじゃなかった？助けて。ソーシャルもあるからね。こうじゃあ、まあ俺が危ないっつって、じゃああれするわ。助けるところじゃあやります。即興芝居。建設現場で監督に命を救われた時のキュンゼリフ。重いな。これだから鉄柱をこれあれして、うん、そうそうしようか。危ない。大丈夫か？監督、私の命を救ってくれたんですか？私ちょうど作業してて暑くて今着替えようとしてたんですけど、森田さんも一緒に更衣室行きますか？現場で何してんねん。おい、みんな働いてんねん。何それ。まあでもその、なんていうの、即興性というか、はい、すごいよね。あ、はい、まあいいんじゃないですか。村よりのキュンなの。やっぱエロさはなんかね、否めないよね。あ、そう、なんかすごい、そそられたんで、うん、いいなって思ったけど、うん、まあ私だったらもっとうまくやるかなと。別にやらさないですよ。やめよ。続いては森島杏里のマル秘特技。プリクラの機械の音声の声真似ができます、うん、そうだ。それはちょっと俺では判断できない可能性、そのもうあなた方が判断した方がいいような。じゃあ最新のプリクラでぜひ、撮っていただきたいなと思うので、うんうん、ちゃんとポーズとかやってもらえたら嬉しいです。はい、ちょっとわからん。え、森島杏里の特技、プリクラの音声モノマネスタート。顎の下でピース。3、2、1。もう一度撮影するよ。かわいくにゃんにゃん。3、2、1。俺だけ損してない。なあ、このマネなんか何一つ入ってけえよ。でも声上手かったです。うまいんや。リアルです。じゃあ俺だけ損してるよ。明らかに。続いては
以前キックボクシングの動画を披露した矢伏さやの丸一組。私の特技は2メートルのハイキックです。2メートル、はい、2メートル足をつけたままパンって上げ る、はい、マジで、はい、それはで 見れるの、それは、はい、やります。お2メートルのハイキックで事件勃発。どうした、そよ風だけ来たけど。ファミリアは褒められたい連動 YouTube ゼロイチ TV。 番組で紹介された動画以外にも熱い動画が満載。詳しくは番組ホームページをチェック。キックボクシングで鍛えた矢伏さやの丸一組、2メートルのハイキック。あ、用意ができたみたいですね。うわ、すごい、マジそれ、これはまあ大体2メートルぐらい。じゃあいけるの、これハイキック。ハイキックです。火つけてよ、まず。怖っ。どうした。なんか、あれ、なんかそよ風だけ来たけど。やった今、やった、なんか、はい、あのエンタメゼロやったからさ。エンタメ性がなんか練習、練習だよね。もうちょい派手なもん見れるのかなって。なんか、なあ、素振りなんかなってちょっと思ったよな。なんか女装、今のやってた今の。もう一回見ていい。特技やもんね、はい、2メートルの、2メートルの、2メートルのハイキックができるんですよね、はい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 、もう一回見せてもらっていいですか、はい、いきまーす、うん、嘘ついちゃダメよ。特技嘘ついちゃダメよ。当たってないんやから。せめてもうちょい下げないと。当たるとこ見たいのよ。なんで当たらん風船にさ。続いてはゼロイチで一番ポジティブ、姫野ひなのの丸一組。ひなのちゃん何見してくれんの。私は、うん、あのポジティブなので、うん、質問されたこととかを、うん、全部ポジティブ変換にすることができます。相談とか乗れます。ポジティブ変換、はい、質問をってこと。相談とか悩みとかあったら全部カウンセラーできます。ああそうなんや、はい、じゃあ、はい、この間収録で、もうめちゃくちゃに滑ったんですけど、はい、落ち込んでるんですよ。どうしたらいいですかね。でもそれは、うん、その滑る役は森田さんにしかできなかったので、うん、そんなことないよ。それあのその役を回ったことによって他の人が面白くなったっていうのはその人に幸せを与えたってことなので、あのいいことです。でももう全カットなっちゃったんすよ。はい、それも森田さんにしかできないことだったので。なんかさ、なんか俺は自己肯定感下がるけどさ。なんかあ、そうですか。会社の売り上げがちょっとまあ個人事務所で社長やってるんですけど、はい、会社の売り上げがいまいち伸びないんですよね。あ、でもそれは、うん、あのこれ今が伸びないってことはこれから伸びてく需要しかないっていうことなので、今ここにいるってことは必ずこういくので、うんうん、あのどれだけ頑張れば、うん、あのどんどん上に上がっていきます。あ、そうなんですか。大丈夫です。いやでももう今結構スケジュールもパツパツで、はい、頑張って、だからもうこれ以上もうどう稼いだらいいかちょっと分かんないんですけど、はい、それは、うん、あの頑張れば大丈夫です。何それ、急にスナッチャー。何頑張れば大丈夫です。あ、まあでもまあなんかその何かは答えてくれるってこと、うん、じゃあ林さん何かあります。不眠症で毎日朝の6時、7時に寝てるんですけど、不眠症はお前の問題や。そうですね、でもお前が夜まで遊んでるから。飲みに行かない日も6時、7時まで寝れなくて。あ、でもあの不眠症でもあの寝ない時間でいることによって、その時間があの自分にとっての大事な時間、寝る時間ってあのもったいないと思う人もいるので、あの逆にその時間を生きることによって人より長くあの楽しめてます、人生を。でもなんか寝ない時間ゲームしかやってないんですけど、どうしたらいいですか。それゲームが強くなれるし。まあでもいい、なんかいい特技ですね。じゃあこの日本の景気がもう本当に良くないんですよ。日本全体が、はい、どうなんですか。もしかしたら乗っ取られる可能性もあるかもしれないですけど。でもあの景気が良くなくてもみんなが笑顔でいれば必ずいいことあるので大丈夫です。そこで落ち込んではいけないです。嘘だ。
ですよ、笑顔。そう思うじゃないですか。でもそれって笑顔の人が近くにいると必ず笑顔になれるんですよ。いないんですよ。私がいます強い。あ、そうなんですね。一人じゃないよ。ちょっと牙城崩せないですね。すごいよね。何事もポジティブに変換する特技を持つ姫野ひなの。最近もある嫌なことをポジティブに変換できたことがあったらしく、ここでエピソードトーク。タイトルは大大大好きなピザマン。私すっごくピザマンが好きなんです。でピザマンが好きで1日3個とか食べちゃうくらいで、昨日もあのピザマン食べるためにあの蒸してたピザマンを15分蒸してる時間をコンビニで待ってたぐらいに、本当に好きなピザマンなんですけど、それをあのライブのたまたまライブの帰りに、今日もじゃあ1日ピザマンで締めようと思って、ルンルンな気持ちでピザマンを買ってお家に帰ったんですよ。で、あーやっと今日も1日これで締めれると思って食べようと思って開けたら白くて肉まんだったんです。あら、本当に私その時に、なんで肉まんなんだろうってすごく絶望的になったんですけど、でもその肉まんがとっても美味しかったんですよ。ライブ帰りっていうのもあって、もう森田さんこの美味しさを知ってるかわからないですけど、すごくゴロゴロなお肉とかタケノコとか入ってて、とっても美味しくて、でそれで肉まんってこんなに美味しいんだっていう、肉まんの良さを知れたっていう肉まんの良さ知れたっていうオチ何。しかも森田さん知ってるかどうかわかんない。知ってるよ肉まんの良さぐらい俺も知ってるよ、ね、いやでもなんかいい子ですね。なんか面白みがやっぱありますよね。なんかどう転ぼうがいける感じがしますよね、あの子ね。あ、大大大好きなピザマンタイトル絶対おもんないもん、このタイトル。でもやっぱ喋ってくれたらこうやってみんなが笑顔になるっていう、そう確かに笑顔、いいよね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、今日は新キャラを見てきたと思うんですけど、うん、森田さん、この新キャラが一番だという人を決めてください。まあそうですね、今回もシンプルに決めました。はい、姫野さんです。やっぱりね、こうね、なんていうんですか、ずっと喋ってられるというか、ずっと掘ってられる感じがなんか今までになかったなっていう。新キャラ、まさしく新キャラ。そう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 、なんかずっとね、あの子にはね、なんかこう喋りかけたくなる、なんかいろいろ聞きたいとかっていう感情にさせてくれる。はい、ということで、姫野ひなのちゃんは次回の収録も参加決定。それはそれでちょっとまだ早いような。まあまあでもいいですね。次の収録も来てくれることになりました。次の収録も決まったってよかったね。ありがとうございます。嬉しいです。でももしかしたら外れる可能性もあるけどね。はい、どうなんやろね。そうですね。それでもまあ。連動 YouTube ゼロイチ TV、 番組で紹介された動画以外にも熱い動画が満載。詳しくは番組ホームページをチェック。次の収録も来てくれることになりました。次の収録も決まったってよかったね。ありがとうございます。嬉しいです。でももしかしたら外れる可能性もあるけどね。どうなんやろね。そうですね、それでもまあ、その時には私以外の他のいい子が発掘されたということで、ニコニコして過ごします。いいな。ほんまにニコニコできんのか。この番組は TVer 動画イズムで配信、 YouTube でも公開するので要チェック。大月さん帰ってきてね。